さあ、ジャパンカップ2019の開催も決定いたしましたが、開催を記念する関連アイテムもご紹介してまいりましょう。続々登場してまいります。まずミニ四駆キットではこちらです。バロンビエントジャパンカップ2019が登場です。実写スタイルで人気が高いミニ四駆のバロンビエントをベースとしたジャパンカップの特別バージョンです。歴代ジャパンカップモデルのレーシングテイストとは少し今年は異なるクラシックでエレガントなマシンに仕上げました。こちらはレッドカラーのビッシュホイールに加えてクラシックカーの定番スタイルであるホワイトボールをプリントした 26mm スーパーハードローハイトタイヤ、そして専用バイクのメタル製のステッカーをセットしました。発売は6月を予定しております。またジャパンカップ関連アイテム以外でも魅力的な製品が続々登場してまいります。こちらはレースシーンで人気が高い MS シャーシに軽量でショックに強いベスタジョーヌのポリカボディをセットしたベスタジョーヌ L クリアースペシャルが6月に登場いたします。こちらは軽量で低重心化も図れるクリアボディ、ホイールアーチの部分はすでにカット加工が済みとなっておりますので手軽にボディの製作が可能です。そして3分割の MS チャーシは蛍光グリーンを採用し、足回りにはブラックのスポークホイールにグレーのハードローハイトタイヤをセットしています。ステッカーも専用のクリアシールを採用して限定感あふれるスタイルに仕上がっております。そしてレースやコンクールデレガンスで人気のヴィンテージ風レーシングハンカーマッハビュレットがメタリック仕様になって5月に登場いたします。今回はハンツヤシルバーのボディ、そしてメッキホイール、シルバーメッキですね、シルバーメッキのホイールを装備しまして、1920年代から30年代ぐらいのですね、ヨーロッパのレーシングカーを想像させるようなメタリック仕様として仕上がっております。なおこちらのボディはこの AR シャーシに加えて VS シャーシにも搭載可能ですのでね、はい、新規デザインのステッカーと、一緒にセットとなって発売となります。さらにこちらは FIA 世界ラリー選手権ワールドラリーカーのトヨタガズーレーシング WRT ヤリス WRC の2019年モデルがミニ四駆で7月に発売されます。トヨタガズーレーシング WRT のラリーカーですね、このカナード翼を装備した複雑な形状のフロント部分ですとか、それから迫力ある2段バイクのリアウィングなど空力を追求したスタイルを実感たっぷりにプラスチックボディで再現しています。車体のマーキングはステッカーで用意し、駆動効率に優れた MS シャーシを採用していますので高性能な走りが楽しめます。そしてこのヤリス WRC に加えて昨年発売されましたトヨタガズーレーシング TS050 ハイブリッド、こちらの登場により実車メーカーであるトヨタおよびトヨタガズーレーシングのプロモーションにミニ四駆が使用される機会が増加中です。こういったトヨタシティショーケースメガウェブでの展示体験企画や全国の販売ディーラーにおいても、一般ユーザーが車に興味を持つきっかけとして、例えばこういったミニ四駆の工作教室、それから競技会イベントなどが数多く実施されています。今後もガズーレーシングヤリス WRC の登場によってさらなる PR 効果が予測されます。そしてこちらは小島キングカップというイベントでございますね。あの家電量販店の小島主催による全国小島店舗で開催されるミニ四駆大会です。こちらは今年で3年目となりますけれども、昨年よりもさらにパワーアップしてまさに先週スタートいたしました。こちら小島の大会もですね、実は私と同じようなキャラクターがおりまして、レースを持ち上げる MC の小島るというキャラクターがおりましたね。しかもさらに今年からもう一人小島マッハというですねキャラクターも追加になりまして、盛り上がっております。他にもいろいろね会場で楽しめる、イベントなど行われておりまして、ミニ四駆シーンをどんどん活性化されております。そして2000年にアカウントを開設いたしましたミニ四駆の公式ツイッターですけども、こちらのフォロワーがこの間ですね4万1000人を突破いたしました。そしてこの企業の公式アカウントによるミニ四駆の部活動、いわゆる公式ミニ四駆部ですね、こちらを通した異業種交流も現在盛んに行われております。例えばこちらはですね、先日
企業アカウントのミニオン区分によるイベント、つぼ八カップというものが銀座にあります居酒屋つぼ八さんの本店を貸し切りにして開催されました。参加メーカーには精密機械のメーカーであったり、家電量販店であったり、カレーのチェーン店であったりということですね。さまざまな企業が22社集合し、その様子はアベマ TV のニュースや SNS などでも紹介され、大きな話題となり、各方面から注目を集めております。さあ、以上ご紹介してまいりましたけれども、本日はここでもう一つミニ四駆に関する発表がございます。では早速ですが、その発表をしてくださるゲストをここでお呼びしたいと思います。バンダイナムコエンターテインメントの藤木店長、どうぞ。はい、はじめまして、バンダイナムコエンターテインメントから参りました開発プロデューサーの藤木店長です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで本日私からミニ四駆に関する最速情報をお持ちいたしました。はい、それでは次のスライドをお願いいたします。はい、ミニ四駆アプリ現在開発中でございます。はい、ミニ四駆アプリ開発中ということで、ただいまタミヤさん、コロコロ兄貴さん、そして弊社バンダイナムコエンターテインメントの協力チームで、全てのミニ四駆レーサーの皆様に満足していただけるものを作れるよう鋭意開発中でございます。おお、これは楽しみですよね。はい、今日がなんとこの初の、はい、初の情報公開です。ここが初めての、発表になります。はい、じゃあちょっと早速詳しく教えてください。はい、ですね、もちろん歴代の名マシンや最新マシンが登場することはそうなんですが、このように、たくさんのパーツ、ミニ四駆を代表するたくさんのパーツが登場してですね、レースやカスタマイズ、ミニ四駆ライフを存分にスマホで満喫できるものになっております。はい、そして本日ですね、その動画、開発中の最新動画もお持ちいたしましたので、ぜひご覧ください。はい、このまずもうパッケージからかなりこだわっております。すごいですね、はい、マシンでだけはもうパッケージから、そうですね、もう箱を開けて組んでというところから、あと、楽しめるものになっております。このあたりの 3D モデルもかなり力を入れておりますので、ぜひご覧ください。リアルですね。はい、そしてもボディキャッチャーつけて、はい、いかがでしょうか。これはかなり精密に再現されておりますが、はい、そしてですね、もちろんマシンを組んだらセッティングを変えられるということで、先ほど出た肉抜きや、カラーリングの変更、それに、もちろんパーツの変更などで自分自身のマシンを好きなようにカスタマイズできるようになっております。パーツも本当にあの本物と同じようにたくさんの種類があるんですね。そうですね、こうやっていろいろ取り付けられる場所があったり、もちろんパーツの種類も多彩なので、それで自分だけのマシンを作ることができます。はい、そして早速レースの画面に入りました。すごい、ちょっとどこからか聞こえた、聞いたことのある声が、これ、私、録音いたしました。はい、ありがとうございます。ということで、ガッツさんの声も入っております。はい、この白熱したレースをアプリでも体験できるということで、公式大会と本当に同じような感覚でこれは楽しめますね。はい、この5レーンのコースで今スパイナルラップに入ったんですが、はい、コースアウトもありますので、皆様セッティングにはご注意いただき、自慢のマシンを作ってみてください。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。生放送ありがとうございます。すごい、はい、という形です。いかがでしたでしょうか。いや、これはちょっと期待が、ね、高まりますね。はい、ありがとうございます。私もナレーションはよくやりましたけれども、実際のその製品、今日ちょっと試しにやらせていただいて、はい、初めてなんですけど、本当にね、レーサーの立場に立って何だろう、開発された製品だと思うんですよ。はい、っていうのは、例えば先ほどのレースのスタートシーンなんですけど、スマホの下の方に、ね、はい、ホールドボタンというのがあって、ね、このホールドボタンを押さえて離すとマシンがスタートするんですけど、これってミニ四駆のレースと同じなんですよね。はい、マシンを構えてシグナルが合わなくて離す、するとマシンがスタートするっていうですね、
同じ仕組みになってるんですよね。はい、あそこの動きもミニ四駆の、実際のレースの体験を、体感できるような形でこだわっております。ね、マシンを話すようにアプリをこう、まあ、携帯を持って話す、はい、ね、話すのは落ちちゃいますけどね。そうですね、あのスマホだと落ちてしまうので気をつけていただきつつ、ううただあの感覚はもうかなり似ておりますので、ぜひ。あとその走ってる音なんかもすごい再現されてたんですけども、はい、これどのように作られてるんですか。はい、そうですね、そこの、制作にももちろんかなり力を入れておりましてですね、こちらまずあのボディやシャーシ、パーツなどの立体物に関しては 3D スキャンを用いてですね、かなり、本物に近くなるようこだわりを持って制作しております。そして音についてもなんですが、こちらのミニ四駆にマイクがついている写真あると思うんですけれども、実際に走らせてそのカーブに入ってきた音、マシーンが跳ねる音などもう一晩中ミニ四駆を走らせて収録しております。そしてもっともっと言うとですね、こだわりポイントはまだまだあってですね、そのコーナーに入ってきた音にもこだわってるんですが、その中にさらに、当たるローラーの材質、アルミとプラとゴムで全部音が違ったりだとか、あとあの一番最初、動画の最初にあの箱を開けるところがあったと思うんですけれども、そこ の、 あの箱を開ける音も実は収録していたりだとか、かなり本当のミニ四駆ライフに近づけられるように全てにこだわりを持って作っておりますので、ぜひこちらはあのご期待いただければと思っております。すごいこだわりですよね、はい、私もさっきびっくりしたんですよ。そのパーツを最初にミニ四駆ね選んじゃないですか。選んでパーツを開ける、袋を開けるところまで再現されてますからね。いるのかなって思いますけど、こだわりがすごいですね。パーツを手に入れて袋を開ける音も入っているということで、ね、そこの感動、やっぱり新しいパーツを手に入れた時の感動を再現したいというので入れさせていただいております。そしてさらに、はい、もちろん皆さん気になっているところかと思うんですが、キャラクターたちも登場します。こちらに載っている、漫画作品のキャラクターたちが、続々登場してまいります。もちろんここに、載っている作品以外のキャラクターもどんどん出てきますので、ぜひこちらにもご期待いただければと思います。すごいです。じゃあ漫画のキャラクターと自分がこうプレイヤーになって対戦できるんですか。そうなんです、もちろん多彩なキャラクターがいますし、それぞれ皆さんみんなマシーンも違うしセッティングも違うというところで、本当に自分たちが読んでいた漫画作品のキャラクターたちと、実際のバトル、レースをすることができるので、皆さんそれぞれそのキャラクターに対して、皆さんセッティングをこう考えて、その時の感動を思い出しながら戦っていただければと思っております。これすごいちょっと楽しみですね。本当にいろんなタイトルの、ね、キャラクター出てきますもんね。はいはい、ということで本日の情報は以上になります。開発陣一同すべてのミニオンレーサーに満足いただけるよう、鋭意開発中ですので、これからもぜひご期待ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。非常に楽しみですね。こちらのアプリの最新情報もちろん我々タミヤ公式ツイッターでも、どしどし発信してまいりますので、そちらもチェックしてください。それでは藤木店長、どうもありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。さあ、以上ご説明してまいりましたが、本日ご紹介した他にもですね、現在進行中のさらなる企画をいろいろと準備しております。そして今日ご説明しました内容、こちらの詳細につきましては、2019年5月9日から12日、静岡県三井メッセ静岡で開催いたします静岡ホビーショーミニ四駆ブースにてお知らせいたしますので、ぜひとも2019年ミニ四駆シーンにお伝えください。また本日はどうもありがとうございました。盛りだくさんすぎて頭の中になんか頭久しぶりにパンクしそうでした。いつもパンク状態ですけれども、とにかくまずは6月から始まるジャパンカップ、ミラクルバロンサーキットですよ。しかもいろんなセクションはもちろんのこと、ほらいろいろありました。 N とノース、イースト、ウエストバージョンでいろいろ違ったりだとか、あとは今回新しいクラスが増えたということで、トライアルクラスが参加された。これちょっとバロンビエントでトライアルクラスにノーマルで出るのもありなのかな。
しかもミラクルが起こるってことですから、これは初めて参加した人でも、そして上級者の方でも幅広くチャンスがあるっていうサーキットですよ。なんで今回のジャパンカップはかなりワクワクしてます。プラス日程も出ましたし、あとは新しいミニ四駆のアイテムだとか、そしてガズーレーシングのマシンだとか、いやどうしよう、まあまあ覚えてますね、しっかりちゃんと覚えてるね。これはやるしかないですよ。2019年より盛り上がっていきます。いや燃え上がっていきます。